ティレル018は、ハーベーポスルス8を責任者として設計された F1 マシンで、1989年シーズンから1990年シーズンにかけてティレルチームが使用した。1988年シーズンに使用した017の後継モデルとして開発された。このマシンは、 フロントサスペンションにモノショックが採用され、左右のフロントサスペンションで1セットのダンパーとスプリングを共有した。ダンパーとスプリングはコクピットの前方のモノコック中央上面に沿うように配置され、ダンパーはリンクを用いて左右のプッシュロッドと接続された。モノショックのフロントサスペンションは1990年以後、ジョーダン、レートンハウスマーチなど、 複数のチームが採用した。マクラーレンやフェラーリなどのトップチームも左右のダンパーを接続してモノショックと同様の効果を持たせたフロントサスペンションを使用した。018ではフロントイングとノーズが若干持ち上げられた。翌年の019ではさらに大きくノーズが持ち上げられアンヘドラルーイングが導入された。エンジンはコスワース DFR を使用した。 第2003マリの GP で、ミケーレ・アルボレート用の一台が初めて実戦投入。ミケーレ・アルボレートが予選落ちしたため、決勝レースでは、ジョナサン・パーマーが使用した。続く、モナコ GP で2台目のマシンが持ち込まれ、ジョナサン・パーマーとアルボレートの両ドライバーが018を使用することができるようになった。同年のフランス GP からは、スポンサーに、キャメルがつくと、 マールボロの支援を受けていたアルボレートが離脱し、後釜に、ジャン・アレジが起用された。1990年シーズンは、第2戦ブラジル GP まで018が出走し、ロータスから移籍した中島サトルと、チームに残留したアレジがドライブした。第3戦3マリの GP には、後継モデルの019が3台持ち込まれたが、 このレースのスタート直後に中島がクラッシュして019の1台が大破したため次戦モナコ GP には018がスペアカーとして持ち込まれた1989年シーズンはグッドイヤータイヤを使用したが1990年シーズンは開幕直前になってピレリタイヤに変更した018は5台が製造されたティレルはメキシコ GP で3位を最上位に 1989年のコンストラクターズランキングで5位を獲得した。ヒワークスエンジンを使用するチームの中では最上位だった。1990年シーズンは開幕戦のアメリカ GP でアレジが一時トップを走りアイルトンセナと主位争いを繰り広げる構想を見せ、018のベストリザルトとなる2位に入賞した。このレースではもう一台の018に乗る中島。 サトルも6位に入賞した。1990年の9ポイントは、ティレル019による。スタッツ F1 ティラル018、statsf1.com。2010年8月23日閲覧。オートコース F1 グランプリ年間1989から90、90アラン・ヘンリー、バベルインターナショナル、ワケ、CBS ソニー出版、1990年。 P44 ISBN4-789705021 ありがとうございます。